はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はキャプテンプラグインズのエピックエピックという名前は、すごいという言葉通り、とっても前のバージョンからは進化したと思います。その中で、今日は画面の見方というのを説明します。今日の動画は、多分国内では初めての キャプテンプラグインズエピックの説明かもわかりませんが僕の方では Facebook の公開グループとしてこのエピックの連載をしていましてもう第5弾まで発信済みでした今日はある意味この動画は第6弾ということです皆さんもこの公開グループは全く登録などの必要もないように フリーで閲覧していただけるようにしておりますので概要欄に URL を貼ってありますのでぜひ良ければ見てくださいただし Facebook のアカウントだけは必要ですのでよろしくお願いしたいと思います4つのプラグインの中には全てピアノロールのような画面があるんですけれどもこれは DAW と同じような操作性になっています まず、画面を拡大縮小したりするのは、どの DAW にもほとんどあるように、画面のこの右下ですね。右下にプラスとかマイナスとか、そういうのがありまして、これマイナス、縦をマイナスしていますね。えー、今度は縦拡大しています。横の方も同じです。横拡大もします。 はい。このようにできるんですが、これでは操作性が悪すぎます。まずは上下のスクロールはマウスのホイールで上下が簡単にできます。そして横のスクロールですね。これはシフトを押しながら回すと、このように横スクロールができます。そして次なんですけれども、コントロールを押しながら回すと、 そうするとこのように横への拡大縮小ができるようになっています。今度はどの DAW にもあるルーラーのところでの拡大縮小です。それもとってもよくわかりやすいのはルーラーに近づけると虫眼鏡のようなこんなマークになってくれるのがとっても便利です。そしてここで押しながら下に引っ張ると 拡大になります。今度は上に上げていくと縮小になります。ある一定以上はできないところもあります。今度は左の方のルーラーに持っていくとまた虫眼鏡のようになります。ここで今度は押しながら右の方に動かすとこのように拡大になりますし、左の方にマウスを動かすとこのように縮小になります。 縦の拡大縮小はこのようにしてできるというわけです。基本的にどの DAW にもあるような機能はあるわけですけれども、この虫眼鏡の絵になってくれるという、たったこれだけのことでもですね、初心者のユーザーには便利なような感じがしています。画面の下の方にどのような見方をするかというリストがあります。ここで フィットビューというのが初期値としてあります。これをすると全体のフィットがなされますし、例えばこの音符をとっても上の方に上げたとします。はい。もっともっと上げます。普通ダウであれば上げていくと下の方が見えなくなってくるんですけれども、これは画面がフィットするようになってくれているわけです。 そして DAW とかにあるのはこのノーマルモードです。ノーマルモードの場合はある一定の大きさになっていてこれをもっともっとどんどん上げていくと最後にはこのように下の音符が見えなくなってしまいます。こんな時にでももちろん縦の縮小を先ほど言いましたように虫眼鏡でやるとまたこう戻ってくるわけですけれどもこれを フィットにしておくといつでも全体が見渡せるようになるということです。また他にはないような便利な機能がありまして、ホルダービューというのがあります。こうするとですね、音符のある音の部分だけがこのように表示されるということになります。ないところはギュッと圧縮されて、全体にどのような音符が 入っているかだけを見れるという特殊なピアノロールの見方だと思います。僕は今あまり慣れてないだけでですね、えー、とっても便利に使えるということがあると思いますね。そういうことで最初のフィットに戻しますけれども、ピアノロールの見方というのもとっても充実したキャプテンプラグインエピックです。確か30日ぐらいの無料使用期間があると思いますので、 ぜひトライしてみましょう。村長でした。